あなたも一緒に村へ戻りませんか？山頂の吹雪はさらに強くなったようですから、気をつけてくださいね。またおせっかいなガキかよ。なぜ俺様の邪魔をする。もういい、お前には勝てねえ。三福の結界に聖女様がいることを忘れんなよ。彼を止めないの？
君も気づいているだろうけど、いくつかの出来事は必ず起きるんだ。君がこの世界の歪みを修正したいなら、この世界の真実をもっとちゃんと理解しないとダメだ。お前の良き行いに感謝する。お前は他の人間とは違うようだ。まさか人間に感謝される日が来るとはな。だが感謝するのは我らの方だ。氷の平原の吹雪は日々強まっている。十分に気をつけていくのだぞ。食料が見つかれば、僕たちは村から盗むなんて危ないことはしないで済むの。でも、狼たちが襲ってくるから、怖くて探しに行けないの。これは僕たちが埋めておいた食料だよ。コン、ありがとう。
あなたは何者ですか？されたはずなのに、どうして。ああ耐えられない。汚れし魔女がこの世界に存在しているなんて。わらわに服従せよ。痛みに耐えよ。絶対にこの世界を再び混乱に陥れることは許しません。これ以上私に屈辱を与えるのですか？これがあなたの復讐なのですか？さっさと私を殺しなさい。スバンフィート様、それは誤解ですよ。守護者戦争でお会いしませんでしたか？違います。よく思い出して、彼女はエレキシュガル様とは違う。その目は、そうですね、あの傲慢な目を忘れるはずがありません。それで結界に侵入したからには私に用があるのでしょう。話すことを許します。傲慢なのはどっちなんだか。どうしてそれを。つまりあなたはこの世界の終焉を見たということですか？食材のためにこの世界を変えようとしているのですか？あなたの言う時間を巻き戻す能力はかつて私も目にしました。でも他にそれを使える者がいるだなんて。私はこのマグマの爆発でこの世界が滅びると予感しています。だから大地を覆う吹雪で地熱の上昇を止めているのです。最近は地熱活動が日々増加していて、さらに強力な吹雪を呼ぶ以外に抑え込む方法がないのです。にゃー、きっとスバンフィート様が作った結界だね。全ての人の記憶を削除したんじゃないかな。うぬぼれないで。ここは私の世界です。外の世界の助けなど必要ありません。あなたたちはこの結界から出ていくのです。今すぐこの世界から出ていくのです。
何？山頂に隠された結界だと？裏で誰かが悪さをしてるという噂は本当だったんだな。父上も知っていたの？ああ、前に村の外で会ってな。父上、彼女を知ってるの？卑怯な奴らめ、絶対許さん！あの邪神の指示なんですよね。止めてくれるなよ。絶対に落とし前をつけてやる。父上、話はまだ終わってないよ。信じられん。吹雪で俺たちが守られているだと？父上、私は彼女を信じる。よしよし、こっちにおいで。お嬢ちゃん、怖がらなくていい。おじさんたちと村に帰ろう。そこがお前の新しいお家だ。大丈夫、私がこの子を村に連れて行きます。私もこの吹雪がやめばいいと思うけど、それでこの世界が滅んでしまったら、あなたを信じています。私たちは友達だから。してやろう。